仏教者または日本の支援者の方が寄付を集めて、供養を集めて1年間の活動費用にしてるんです。で、今では笹井上人のその活動がインドで老人ホームを作ったり、また病院を建設したり、30人弱ぐらいインド人を雇って給料を払っているので、どうしてもその日本からの支援が滞ると活動が続かないっていうので、私が去年一心伝心だと私は思ってますけど、これをしてこいっていうことはないです。ただ私が現場にいてこれをしなくちゃいけないっていうのを感じて、日本に帰国して笹井上人の代わりに今の現状を伝えて支援の輪を広げさせていただいているっていうのが現状で、その中でここにもご縁をいただいて今日来させていただいているっていう